どうも皆さん、おはこんばんにちは、麻生です。今週からしばらく背泳ぎを練習してもらいます。はい、というわけでですね、今週から数週間、3週間か4週間ぐらいかけて背泳ぎをね、練習していってもらおうと思っているわけなんですけれども、まあ、なんで背泳ぎなのかっていう話なんですが、まあ、僕が背泳ぎを上げている動画をね、こうちらっと見返したら、まあ、割と本当に初心者のところで、初心者の人で、まあ、背泳ぎ、泳げなかった人が泳げるようになるようなところの練習の部分でもう終わっちゃってるっていうことに気づきましてでクロールとか、まあね、バタフライとか、まあ、他の泳ぎは割と前に進んでいっているのに、背泳ぎだけ止まったまんまっていうのも、ね、どうかなということで、背泳ぎのね動画を、まあ、上げようと、思って始めたわけなんですけれども、なので、まあ、今週からしばらくの目的は、まあ、初心者から脱出していくっていうことが、まあ、目標になってきます。初心者、まあ、最初に背泳ぎ習うって言ったら、まあ、ワンローテーション、腕の入れ替えですね。腕の入れ替えをした後にこうちょっと止まる背泳ぎで必ず両手は同時に動かすみたいなね、そういう背泳ぎをまず最初に、まあ、やってもらって、まあ、それができたら、まあ、大体子どものスイミングスクールとかでもそれができたら背泳ぎは一旦は合格っていうことに、まあ、よくなるんですけれども、まあ、これなんかちょっとこう手旗信号っぽいじゃないですか。なんか必ずこうビシビシ止まるみたいなね。で、皆さんが多分映像とかで見る、まあ、競泳選手の背泳ぎっていうのはそんなに止まってる時間とかそんなにというか全くないはずなんですよね。もうスーって流れるようにどん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 次の動作に入っていってると思うので、それをねこう習得していただきたいということで、ちょっと頑張っていこうかなという流れでございます。で、まあ、背泳ぎをですね、その、まあ、要するに一番止まってしまいやすいところっていうのは腕を押してきて、そこからリカバリー動作に入っていこうとするところで必ず止まりやすいと。押してここでビタッて止まっちゃって、そこから上げるみたいなね、ここをできるだけこうつなげてリカバリーしていきたいんですけれども、これがまあ難しいんですよ難しい、結構難しいです。で、まあ、クロールってね、そもそもクロールで止まるって言ったらキャッチアップだから両手前にこう揃って止めていると思うので、もう最悪こうね目線こうチラッと上見てもらえれば見えるじゃないですか、自分の手が。まあ、だけど背泳ぎって基本的に水の中でやってることを自分の目で見れないので、なのでかなり運動感覚が一つ重要になってくるということで、まあ、難しいんじゃないのかなと考えております。まあ、あとは、まあ、僕たちのその、まあ、体の構造の名残といいますか、まあ、僕たちのねご先祖様はもともと四つ足のね動物だったと言われていますので、まあ、四つ足動物のこの前足の手の運び方って基本的にこう前から後ろ前から後ろ前から後ろっていう、こういう前回転なんですよね。なのでクロールはねその動きにすごい近いわけですよ。だけど背泳ぎはね反対なんですよね、後ろ回転。まあ、だから、まあ、僕たちの四つ足動物だった頃の名残的な話から考えると動きが逆だから難しいと。まあ細かいことを話すとね、僕たちが、まあ、立って生活できるようになったのは腕を後ろ回転させて上半身をねこう起こすことができるようになったから、まあ、二足歩行ができるようになったのではないかと言われているんですけれども、まあその生物の進化の流れをねこう出していくと、こうやってやってた時間の方がこうやってやってる時間よりはるかに長いわけですから、それはじゃあどうぞこれでって言われてもそんなにスムーズに動けませんっていう話になるのは、まあ、まあ道理が通ってんのかなっていうふうに個人的には思っています。なので、まあ、この2点から、背泳ぎ、ね、スムーズにこうリカバリー動作に入っていくところっていうのが難しい理由はこの2点かなっていう感じです。で、まあ、背泳ぎもですね、初級者の段階を脱出して中級者、まあ、上級者、どこからが上級者なのかっていうのはちょっと
ニュアンスがよくわからないのですが、初心者から脱出していくためには、まあ、やっぱり背泳ぎもね多少なりこう体のローリングを使っていく必要があります。はい、最初のうちはね別にこう腕を水の上から戻すのにローリングしなくても戻すことが背泳ぎの場合ってできてしまいますから、このまんまでもこうやって泳ぐことができちゃうので、最初のうちはね別にそれでもいいんですけれども、まあ、そこからもうちょっとステップアップしていきたいという場合には必ずこのねローリングという動作を、まあ、やっていく必要が出てきてしまいます。はい、なのでこれまたどういった感じでね練習をしていくかと言いますと、まあ、背泳ぎの場合も、まあ、クロールで、まあ、この1ヶ月ぐらいクロールで随分、まあ、2ビートクロールですとか6ビートクロールですとかそういったところで練習しましたけれども、まあ、まずはその斜め向きでねきちんとバランスを取れるようにしておくっていうことです。多分映像でもね映ってるんじゃないかなと思うんですが、この斜めのポーズでねある程度姿勢を保持できるようにするっていうのを右側でも左側でもちゃんとできるようにしといてください。はい、これはもう本当にクロールの時と同様に、はい、足ちょっとこう開き気味でいいのでちゃんとバランスを取っていくっていうことですね。でそのバランスがきちんと取れるようになってきたら、今度は実際にストロークをしながらね体を反転させていくわけなんですが、この反転させていくときに、まあ、背泳ぎの場合もクロール同様足を動かせるというか、まあ、大体競泳選手が背泳ぎをバーって急いで泳いでるときはクロール同様6ビートなので、体を反対側に反転させるまでのキックの回数は3回ということになりますね。なのでストロークをしながら足を3回蹴って体を反対向きに向けると。でこの時に例えば右の手で、まあ、練習をしているとすると、まあ、映像だと多分左なのかな、だから左手でストロークしたとすると終わった時には左の肩が水面の上にちゃんと出てるような状態っていうのを一つゴールのポーズにしてもらいたいんですね。で肩が水の上に出ているとそこからスムーズにリカバリー動作に入っていけるんですけど、肩が水の中に浸かってるとまず肩を水の上に出してから腕を出すっていう順番になっていってしまうので、まずはこうストロークが終わった段階でね肩をしっかりと水の上に出す、ここまでを、まあ、部分練習として取り組んでいただいて、まあ、その先のね腕を出していくっていうリカバリー動作にスムーズにねつなげていけるように、まあ、まず下準備としてね肩をちゃんと出すというのをポイントに練習していただければと思います。はい、背泳ぎですね、まあ、1種目だけ仰向けで泳ぐので、まあ、他の種目と比べるとね、まあ、やってることがよく見えない種目なんで、まあ、難しいところではあるんですけれども、まあ、僕も実際に背泳ぎ一番苦手ですしね、泳いだら一番タイムの比率で言ったら背泳ぎが一番遅いんですが、はい僕も最近必ず自分の練習の時に背泳ぎでダッシュするっていうのを必ず入れるようにしているので、はい、僕も背泳ぎ頑張ってるんでぜひ皆さんも背泳ぎ頑張っていただければと思います。はい、今回のエピソードはここまでです。来週はこの続きになりますね。はい、最後までご視聴くださりありがとうございました。動画を最後までご覧くださり本当にありがとうございました。もし今回の動画が役に立ったなという方は下の欄にコメント書いてくれると励みになります。また今後無料での質疑応答というのはインスタグラムのライブ配信の方でやっていきますので、ぜひインスタのフォローよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。